はい、皆さんこんにちは。今日はですね、全然関係ないんですけど、さっきね、ソフトバンクの株主総会の動画を見てたんですね。これちょっと話題になってますよね。で、孫さんがいろいろ人工知能の AI のいろいろ喋ったんですけど、その中で私がねすごいなと思ったことがあって、現在のね最新のその GPT-4 っていう、チャット GPT の次の、あれは GPT-3 エンジンなんですけど、今の最新のエンジンではですね、アメリカの司法試験のを解かせたらですね、成績順でいうと上位 10% ぐらいにもう位置していると。要は上位 10% の優秀な学生ぐらいの成績を、得点を叩き出してるらしいんですよ。それで医師の国家試験なんかは、60% で合格するところ 87% の正答率を出したり、あとその数学の試験なんかではですね、上位 11% の、上から数えて 11% 目の学生と同じぐらいの得点率を示したと。であと統計学とか心理学とか、心理学ってすごいですよね。心理学でもそれぐらいの得点を出したと。あと読解、国語の読解とかは上位 7% の得点とかですね。すごいなってことになってきてましてね、人工知能の発展がね、もうむちゃくちゃなスピードで発展してるんですよ。司法試験をね上位 10% で解くってすごいことですよ、これ。アメリカの、ちょっと私、私はまだ学生時代の頃は旧司法試験のやつでしたからね、今みたいにロースクールじゃなくて本当にエリートのですね、担当式と論文式と面接と3段階の時代で、司法試験というのはもうすごい日本で一番難しいと言われていたんですけど、これアメリカの司法試験なんでもうちょっと簡単だと思うんですけどね、それでもですね、あれ、皇室のお婿さんがですね、落ちたりしてましたけどね。で、それでもですね、その法律の専門的な文章を読んで回答するんですから、すごいですよね。これ医師の国家試験にしても正答率 87% って。ほんで GPT が出てきたのが去年の11月30日で、12、12、3、4、5、半年しか経ってないんですよね、まだ。でそれでどんどんデータを学習させてですね、どんどん自己学習で賢くなっていくんですけど、こんなのを続けてたら3年ぐらい経ったらどうなるんだっていう話でですね、もう本当に正答率、司法試験の正答率なんかほぼ 100% になるんじゃないですか。これ何でもできるんです。数学の試験でもそうですし、何でもいいんですよ。センター試験でもいいですし、あと世界史の試験でもいいですし、で国語の試験でもいいんですよ、読解だから。それがアメリカのテストでは上位 7% に来てますんでね。でこれどうなるんだろうなと思いますよ、最後。やっぱSF 映画みたいに人間に反抗してくるような、で本当にね、核爆弾とかパンデミックウイルスと同じぐらい AI っていうのは怖いんだっていうのを真面目に今議論されてましてね、人工知能の国際会議とかでもそんなことが言われてるんですよね。これは本当にもうどうなるか僕も全くわからないというか、とりあえず NVIDIA を買っとこうというのはまた確信が深まりましたね、これ。
まあどうなのか、本当にこれ儲かる話になるのかわからないんですけど、ただこういうふうになってきた以上、その我々のじゃあその試験とかって意味あるんかなっていう、まあないわけじゃないんでしょうけど、まあね、その司法試験を解く人間がいないと、そんな AI ばっかりに解かしてたら法律を考える人が いらなくなってしまうっていう、そんな話はないですからね。法律を作るのは人間ですから、あの議員が、立法府が作るわけですから、その人間が法律を知ってないとダメなんですけど、まあすごいですね本当に。ちょっとそのソフトバンクの株主総会のやつ見てびっくりしましたわ、うん、はい、まあそれはいいとしてですね、まあほんでゲームの紹介をしていたわけですよね、ちょっと最近は。ほんでね、あのこの前飛んだこのライアン NYP スピリットオブセントルイスっていうのは、あのリンドバーグがですね初の大西洋横断に成功した機体なんですよ。でね、それがねいつだったかというと1927年なんですね。結構最近なんですよ、大西洋横断、無着陸横断ですね、単独の無着陸横断。これどうなんでしょうね、複数だったらあるってことなのか、単独の大西洋無着陸横断飛行を初めて達成したのがチャールズ・リンドバーグのスピリット・オブ・セントルイス号ライアン NYP-1 っていうやつなんですけど、まあそれで前飛んだんですね。前というか前々回ぐらいかな。で前回飛んだのがダグラス DC-3 ですよね。これがライアンです。これ前回がダグラス DC-3 でしたよね。でダグラス DC-3 っていうのはあのこれ1935年にできた機体なんですけど、まあ第二次世界大戦中に結構活躍したですね、輸送機なんかで使われた機なんですけど、ものすごくベストセラーになりまして、もう通算1万機以上作られているっていう、まあ信頼性が高いっていうねやつなんですけど、で今日はちょっと挑戦したいのがですね、このライトフライヤーなんです。これなんですよ。これライト兄弟のやつですね。ライト兄弟の、初めて飛んだですね。本当に人類初飛行が1903年なんですね。アメリカなんですけど、まあ、ライト兄弟が作ってライトフライヤー号っていう、でこれはあのエンジンを備えてます。ガソリンエンジンを備えていて、服用機ですね。でこれね、あの飛行機っていうか、あの飛行体のものっていうのは、あのよくレオナルド・ダ・ヴィンチがですね、あのスケッチをしたっていう、まあ、これ1488年頃と言われてるんですけど、まあ、そういうスケッチをしたレベルだったらあるんですけど、まあ、ただそれが実現可能かどうかは分かりませんよ。あの天才と言われているレオナルド・ダ・ヴィンチがスケッチをしたやつは残されてるんですけど、まあ、実際問題初めて飛行したのは1903年です。ちょっとライト兄弟ですね。でそれでちょっと今日は、まあ多分ね飛行は失敗すると思いますけど、
ライトフライヤー号っていうね、これはどこで飛んだかっていうと、ちょっと調べます。場所、あ、ノースカロライナのキティホークですね。うん。キルデビルヒルズ付近にて初成功に成功した。初飛行に成功した。キティホーク。ノースカロライナって。ちょっと調べてみますね。あれ出てこないな。やっぱキティホークは出てこない。ノースカロライナ、キティホーク。あ、そっかそっか、東部ですね。本当にだからあれか、マサチューセッツとかあっちの方だな。でライト兄弟自身はね、オハイオ州なんですよね。オハイオって言ったら、まあ五大湖の近くですよね。まあ東は東ですけど、結構まあ田舎っていうほどじゃないのかな。うん、まあオハイオだったら田舎ではないか。まあでもそんな都会ではないですよね。で、うん、そのキティホーク、ちょっとキティ、とりあえずキティホーク、キルデビルヒルズ、ん？タグが全然出ないぞ。なんだこれ、故障してんのかな。なんか変だな。あ、出た出た。全然わかんない、地図見ても。プロビデンス、どのあたりだ、ノースカロライナ州。この島がある、あ、そっか、だいぶ下の方なんだな。あ、はいはいはい、ノーフォーク、リッチモンドよりもっと下か。この辺りかな。あ、そうですね、これがファーストフライトって書いてあるわ。ライトブラザーズナショナルメモリアルって書いてあるから、あ、キルデビルヒルズありました、ここですね。こういうなんか、うん、なんだろう、中州みたいなところでやったんですね。じゃあせっかくなんでね、こっから行ってみましょうか。うん、なるほど。ノースカロライナっていうとアメリカのちょうど南北で言ったら中間ぐらいにあるんですね。うん、
まあ、アメリカの原点というとね、やっぱマサチューセッツなんですよね。なんでかというとね、プリマスというところがあって、そこがイギリスから渡ってきたピルグリムファーザーズの漂着地点なんですよね。それでボストンなんかがあったりして、マサチューセッツ工科大学とか、あとハーバードなんかもボストンですよね、確か。あれ違ったかな、ハーバードで確かボストンだったと思うよ。おー、すごいね、ちゃんとエンジン積んでんな。これですよ、これがライトフライヤー号。ちょっと見てみますね。まあ今日は別に目的地とかじゃなくてね、まあこれを飛ぶっていうただ目的。まあこういう、これ見えますかね、人がうつ伏せに乗ってますよね。いましたね、はいはい、こういう感じです、はい。こういうふうに人が乗ってて、でまあそのこれ人の真横にエンジンがあるんで、熱くないのかな、だこれで真横にエンジンがあってですね、ほんでベルトでプーリーを回してね、2つのベルトで、でこの後ろにあるこのプロペラ、今見えますかね、この白いやつが回ってるんです。2個ですよね。まあある種走発機ですよ。だからだけどね、こんな、もう言っちゃえばこれ学生が作ったような、今のレベルの学生だったらこれ作りますよ、これぐらいだったら。うん、こんな、だって単純なエンジンと、まあそのプロペラを回すって言ったって、普通考えたらこんな機体が飛ぶとは思いませんよね。本当に飛ぶのかな。でしかもこの下についてるやつがソリみたいになってるだけで、車輪も何にもないんですよ。これ本当に飛ぶのかな。あ、そうか、これでもよく見るとなんかローラーみたいになってるな。あ、そうですね、そらそうですよね。いやでも横なんかはローラーついてないような気がするんだけど、よく見たらついてるのかな。そうですよね、だってこんな鉄のソリみたいなものだったら摩擦で飛べないですもんね。だから下のちっちゃい車輪みたいなのがついてて摩擦係数を減らしてるんでしょうか。まあでもこれ、まあ、服用機で、で前方になんかね、安定、姿勢安定器みたいなものがついて、まあ、これでどうなんでしょう、舵を切るんでしょうかね。まあ、舵というかエレベーターみたいなもんか。で後ろにあるのが、まああれですよね、ラダーですよね、いわゆる左右の。だからエルロン、今で言うのはエルロンで回る、機体をこう左右に傾かして回るんですけど、そうじゃなくてヨーイングで回る、ラダーで回るんですよね、これ。いや、回るというか要は尻尾を左右に振るような形で。でもちろんフラップなんかもありませんしね。これはすごいな。まあ早速じゃあ飛んでみますね。そもそもこれ飛べるのかは非常にちょっと怪しいです。はい、じゃあ進みましたね。
今エンジン全開で、ああ、これ左右で、ヨーイングになってて、ラダーは効かない。このコントローラー上のラダーは効かないんでね、これめちゃくちゃ難しいです、操作が。あ、でもちゃんと進んでるのがすごいよね。お、浮き上がった。信じられない。あんな華奢なエンジンで、ああ、なんか全然普通に浮き上がりました。20ノットぐらいですね。ですから、まあ35キロぐらいですよ。時速で言ったら、まあまあ速いんですね。ただこれ、ああ、やっぱりな。これね、やっぱり、ちょっとやり直しましょうか。ん？こっからでもいけるかな？ちょっと摩擦があるんでね。ああ、一応またいけたけど。あ、これストールするんですよ、これ。うん、ちょっともう一回やります。これね、上昇が難しいですね、すごく。ああ、でもこれファーストフライトってあっち書いてあるから、こうじゃないのかもしれないですね。もっとこう坂で、下り坂でやったんでしかもしれないですね。よし、これでね、ちょっとずつ失速しないように上げていくのがね、めちゃくちゃ難しいんですよ。あ、でもトリムが使えるのか。これは知らなかったぞ。あー、ダメだ、でも。これエレベータートリムが使えるみたいなんだけど、ああ、でもこれファーストフライトって書いてあるのはちょっとあっちですけどね、これ、ちょっとした丘になってるけど、まあもう一回やってみます。まあとにかくね、これ、機体というのは上昇するとね、失速するものなんです。で、その失速をカバーするようなエンジンパワーを上げるっていうことが大事なんですけど、これそもそもエンジンパワーがないんでですね、だからなるべくこれね、エレベーターを上げないように、
ああやばいやばいやばい、今トリムを 14%。 あーやダメだな、やっぱりストールするな。うん、14じゃダメです。もっと増分を少なくしないとダメなんでは。これをすごいね、やっぱ何回も墜落したんでしょうね、実際問題。だからよくそんな死ななかったですよね。まあ運がいいんでしょうね。これ今トリムが 5% になってて、だからそのままやっていけばいいのかもしれないです。 5% ぐらいだったらちょっとずつ上がっていけるのか。1% 変えるだけでもだいぶこれ負荷がかかりますね。今 7% で上がってますけど、ああダメだな、やっぱえ6にしました。本当 1% の世界ですねこれ。エンジンパワーが勝つか、上昇力が勝つかみたいな戦いになってますんで、あと風の向かい風だったりするといいのかもしれないし、まあ本当にこれ微妙な戦いですね。あ、そうか、ちょっと上げていけばいいか。まあ、あーでも限界だな、これが。本当にエンジンとの戦いです。ちょっと浮揚してるぐらいなんですけど、今。これ以上上げると失速するんで、あもうこれ気があるから、もうあーもうちょっと疲れました。もうゲームをやりすぎてしまった感じだ。ちょっとこの機体はね、これ以上やるとね、よいしょ、難しいですこれ本当に。もうちょっと下り坂とかだったらできるんだけど、これはまだまだ難易度が高いですね。でこの前言ってましたね、ちょっとこのエクスペリメンタルダークスターってやつなんです。これなんですよ。これが大気圏を脱出できるんでね。この飛行場でいけるかな。ちょっと短かったような気がしますよね、これでも。その飛行機をちょっと試してみますね。ちょっと私もね、これ練習のやつでね、やってみたら操作方法が分からなかったんですよね。今ダウが19ドル下がって、またあのパウエルさんがタカ派発言したんで下がっちゃってたんですけど、最初でも持ち直してきましたね、よかった。最近ねボーイングがずっと下がってて、
もうそれがムカついてるんですけどね。もうあそこはね、もう年がら年中ね、あのリコールとかやってますんでね。これがですね、超音速機なんですよ。で、一応飛び立つところまではできるんですね。めちゃくちゃ速いんですこれ。マッハ5ぐらい出るんで。もうエンジン4発ですからね。で、これで宇宙空間に行きたいんですけど、まあ今全開にしてるんですけど、ああやりすぎるとこれガソリン使っちゃうのかな。これでね、まあ今高度7000フィートですよね。まあまだまだ低いですよ。これこのままずーっと行ったらいけるんかな。よし、全開にしてみよう。もうあっという間に20万フィート。20万フィートって言ったら6万メートルぐらいですね。あのメートルで言うとね。6万メートルって言ったらすごいですよ。まあそれでも、まだ街が見えますね。6万メートルでも街見えますね。おお、すごいすごい。600ノットぐらいだから、ちょっと音速ぐらいですか今。うん、これとりあえず行けるだけ行ってみますね。あーでも300ノットになってきたから、そろそろ限界なのかな。あーもう今250ノットだからほとんどスピード出てないですね。50万で頭打ちか。なんか急速に落ちていってるんだけど、おかしいな。なぜだなぜだなぜだ。あれ、なんか火事が効かなくなってるぞ。ね、こういうふうにね、行けないんですよ、宇宙空間に。
で、これ見たらどっかにその、これかな、カバー1の A を押してインタラクト、スクラムイネーブル、50万フィートで限界でしたね。どっかになんかね、ブーストをかけるボタンがある。それがわからないんですけどね。でもパワーも最大になってるからね。今でも1000ノットぐらいいってるから、もう完全に音速を超えてますよ。時速1800キロぐらいなんで、あ、マッハ 1.7 ですね。じゃあちょっとスピードを挑戦してみますね。どれぐらい、マッハどれぐらいまでいけるか。今だいたいマッハ 2ぐらいですね。すごいな、マッハ2ってすごいですよ。おお、すごい、マッハ2を超えてきた。あ、でも50万フィート行きましたね。50万フィートっていうと大体ね、17キロぐらいです。高度17キロ、17万メートルなんで、17キロだから、まあエベレストの2倍ぐらいですね。まあそのどのあたりから大気圏を出るのかっていうのも、ちょっと分かってないんですけど、ちょっと大気圏調べてみましょうか。大気圏というのは、10キロか、地上10キロですね。あ、そうかそうか。それで50キロを超えると、じゃあもう今成層圏ですね。70万キロだ、70万フィートだから、23キロぐらいだから、うん、成層圏です。成層圏というのは何なんでしょう。ああ、なるほどなるほど。熱圏か。熱圏の外側は外気圏だから、熱圏が高度、400キロぐらいか。あ、じゃあ無理だなこれ。大気圏出るのは無理だわ。
だってこのまま100万フィートまで行ってもせいぜい30万メートルだから、30万メートルってことは1000で割ると、30万メートルってことは1000メートルが1キロでしょ。30万を1000で割ると宇宙っぽくなってきたな。確かに宇宙っぽくなってきたよ。だって30万メートルだよ。30万メートル割る、あ、そうかそうか、300キロだ今。え、計算合ってる100万フィートだから30万メートルだよね。うん、そこまでは合ってる。30万メートルってことは30キロが3万だから、やっぱ300キロだわ。え、すごい、300キロだ。ちょ、地上300キロだから、ほんで大気圏っていうのがね、熱圏というのが一番上なんですね。大気圏ってね、いや、だからこれあれですよ、もう結構宇宙に近いんじゃないですか。300キロだからね今。あ、でも100キロより上は宇宙空間という定義もあるんですって。うん、大気がほとんどなくなる高度100キロの外側を宇宙空間とするって書いてあるんで。あ、じゃあ今宇宙空間だわ。あ、はい、皆さんおめでとうございます。これ宇宙空間ですね。マッハ 3.7 で120万フィートなんで、3で割ればいいんで40万メートルなんですね。うん、40万メートルなんです。4000メートルで4キロでしょ。4万が40キロでしょ。40万400キロですよね。4000メートルで4キロ、4万で40キロ、40万だったら400キロだ。すごい。400キロ上へ行ったらこんな感じなんですか。でもちゃんと山とか見えますよね。でもだんだん暗くなってきたな、確かに。いや、これはなんか前澤さんの感じなんでしょうね。前澤さんもこんな感じで宇宙に行ったんで、ちょっとこう前澤さんの感じを味わおうかな。じゃあ、ただ燃料が切れてきそうなんで燃料が持たないと思いますけど、
今500キロぐらいですね。だから完全にもう大気圏は超えてますよ。宇宙ですからもう酸素がないはずです。おお、これ太陽ですか？まあ、これ以上言っても宇宙空間なんでですね。じゃあちょっと下っていきたいと思います。って言ってもこれ下るのが難しいんだよな。どのあたりから空気が、お、さすが空気がないからね、機体に負荷がかかってないです。これ空気が出てくると機体に負荷がかかるんで、風がかかってくるんでね。そうすると機体が持たないんでアラートが出てくるんですよ。でマッハ4ぐらい行きますね、もうすぐ。今一気に下降してます。いやー、よかった。500キロ、地上500キロに行きましたんで、もう今40万なんで、13万メートルなんで、13キロぐらいですからね。もう今エベレストぐらいですよ。はい、戻ってきましたね。ちょっと水力弱めて、まあ出れましたね。あれ前なんかね、チュートリアルでやった時操作が分からなかったんだけど、なんか普通に出れましたね。うん、良かったです。まあそしたらどっか降りていって終わりにしたいと思います。今は出すなってことか。タイヤを出そうとしているんだが、なんで出ないんだ。これそういやフラップがないな、この飛行機は。
まあいいや、車輪が出ない。フラップもないから速度が下がらないけど、まあ160ノットだったらちょうどいいね。そんなに墜落と言っていいでしょう。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。